ラモン、久しぶり。なんで後ろ見たの？こっちか向こう向いちゃう。びっくりした。びっくりした。ね、クラモン昨日の大谷選手のホームラン予想、当たってたね。あ、やべえなあれ。やばい？やばいだろう。やばいって感じた？何試合後にホームラン打つと思いますか？今日ですね。クラモンの予言当たるのか？当たってほしい。すごいな。やっぱりこれ、ネット上ではプチバズりが起こっていたらしいね。バズってたの？緑のなんかよくわかんない恐竜だか怪獣が予想したっつって。それ何？よくわからない恐竜か怪獣かって言われたの？そうそう。クラモン、ちょっとすごいよ。だからちょっとこれから就職しようと思います。どこに就職するの？占い会社。占い会社？待って、占い、そういう予知能力であってたってことか？まあ一応そういうことかな。そうなの？なんかすごい綿密に分析とかして当てたのかなって思ったんだけど。なんかそんな感じだね。どっちどっち、感覚です。これ企業秘密です。感覚。まあでもやっぱりこうピッチャーがほら来たじゃない、ドジャースに。来たね。ね、だから彼のために一本打つんだなんつってたから、やっぱ昨日やるんじゃねえかなと思ってたら本当にやったな、あいつ。すごいね、もうチームのみんなのためにこの1本打ったんだね。有言実行ってこういうことだね。本当だね。なんか決まりたいところに決まれるっていうのがすごいよね、やっぱり。違うよね、やっぱりすごい。キッシーはそういうことある、有言実行的な。有言実行のところはないけど、ただなんかビーフン食べたいっていう時にビーフンに出会えるみたいな、そういうことはあるかな。ちょっと熱があるかい。温度計だか体温計だかあります？いいですか、準備していただいてごめんなさい。ちょっと生地疲れてんのかな、ね、後でちょっと測ろうかな、どういうことそれ。なんかさ、すごい食べたいとかって思ってる時に、あ、これビーフン、今日のメニュービーフンになったみたいな、そういう時ってない？念ずれば通ず的な。そうそうそう、もう思いが通じたみたいな。あ、でもなんかやっぱキッシーってそういう力ありそうだよね。ありそう。なんかいつもさ、こうやってって笑ってから、なんかいろんなこの幸運を引き寄せる感じがするよね。本当？それあるかもしれない、もしかしたら。ちょっとね、深くこう例えばため息とかついちゃった時、なんか服がこう逃げてくような気がして、だからあえてこうにってその後笑うんだよね。そういうことか。そういうこともおっしゃってるかも。じゃあやっぱりあれ、八方美人な感じでこういろんな人に笑顔を振りまいてるけど、実は心の中くそくそってやってるかもしれない。くそくそって、でもふって笑えば大丈夫。ああ、いいこと言うね。勉強になります。クラモンもでもそうだよね。だいたい、そうだね。でも俺だいたい結構怒ってたりするからな。怒ってるの？怒ってる怒ってる。いつも笑ってる感じなのに。この目はね、制作スタッフさんが操縦しているもんだから。俺の意思とは関係ないんだけれども。クラモンの意思でしょ。俺の意思だ、ごめん。そうだよね、そうじゃない、そうじゃない。口滑って。クラモンの意思で笑ってるんだもんね。そうそうそう、怒ったり笑ったり、そうだよ。なんか目はね、怒ったりするんだけどね、口は笑ってるので、皆さん笑ってるっていうことで、お願いします。今年度も。それでクラモンさ、今年度から新コーナー始まったよね。来たね、あれね。始まったね、今日。その名も、今日のベストカットってやつでね。どういうコーナーだ？これね、その日の一番まあ明るいニュースっていうか、こう、これを伝えてんだっていうね、僕なりの選んだ、一枚とか動画とかニュースを、カーってお伝えしようとしてます。カーって擬音がすごい多いね。カーとかね。カー、ピシッ、パシッっていう感じで皆さんの心にパシッと届くといいなと思っています。今日の思わず釘付けになるベストカットはこちら。鈴鹿サーキットで世界初公開されたメルセデスの F1 マシン。よーく見ると全てレゴブロックでできているんです。実物大の車体からタイヤに至るまで完成には実に120日以上かかったといいます。いやー、それにしてもみんなの笑顔、ベストカットだね。ただこれ一体レゴブロックいくつ使われてんのかな。調べたからこの後教えてあげんね。
メルセデスベンツのあの F1 マシンレゴブロックで作ってんだけど、その数実になんと192,937個だって。そんな使ってんの、すげえな。すごいじゃないの。これすげえで、実物体は売れないけれども、これ子供向けのメルセデス F1 レゴは発売されるそうだよ。レゴで作ったことある？作ったことない。あ、ない何もないの、うん、クラモンレゴ作ってよ、まずは。そっか、売れっかな。売れっかもしんないけど俺は買わないよ今日届いたかも。今日届いた？今日届いた。ほんと、あのレゴで届いたかい？レゴで届いた。なんか表層だけのコメントになってねえか、おい。そんなことね、ビシッパシ、お手先のやつはやめてくれよ。もうビシッパシッパーンって自分の心に来たよ。響いたか響いた、響いた、響いた。どの辺が響いた？なんかね、まあ、レゴだね。適当だな。レゴだよ。嘘嘘。もうレゴのさ、あの F1 のあの実物大、うん、あれレゴで作れちゃうのってすごいよね。いや、あれすげえ。あれ19万個使ってるって言うんだけどさ。そんなに？俺はね、俺はよ、うんうん、もっと使ってんじゃねえかなって思ってんだよ。実は、うん、もっと30万個ぐらい。わかんねえんだよ。レゴ19万個って言われると F1 実物大の大きさになるのかと思って。あれ190万、いや、1900ぐらいあってもおかしくねえんじゃねえかって思わない？もっとある、うん、わかんねえんだ。え、それ審議？いや、審議は19万です。審議は19万2937個なんですけど。すごい細かく覚えてるね、クラモン。よく覚えたね。うん、あの、この顔の中にカンペが貼ってっから。違うよね。あ、違う違う。覚えたんだもんね。覚えたんだもんね。覚えた覚えた。さすがだよ、クラモン。やっぱり違うな。ありがとう。やっぱり、え、クラモンはさ、うん、レゴで作ったりしないの？作ったことないんだよね、あんまり。ないのか。うん、確かに、ちょっと難しそう。難しくねえんだけど、ちっちゃい頃はあのこれレゴ買ってもらうでしょう。うん、買ってもらう。だけど本当だらしねえから、こう主要のレゴパーツがどっか行っちゃうんだよね。ああ、そうすると作りたいものが一個なくなった段階でも作れなくなっちゃったりするっていう。わかる？わかる。パズル的な感じ。うん、重要なこのレゴ欲しかったんだよっていうあのパーツがね。あ、そう。なくなると困っちゃうね。だからこれ大人になってからもう一回レゴと向き合うっていうのもいいかもしれないな。そうだよね。え、クラもレゴもらってたの、小さい頃？買ってもらったことはあったよね。え、誰？倉田さん？倉田さんの家に。倉田の親だね。倉田さんの親に買ってもらってたの？うん、タケジとカオルっていう、まあ、いい人で、うん、そうなの、うん、じゃあ倉田さんと共に育ったんだね。そうだね。じゃあ倉田さんとさ、レゴを奪い合いとかにならなかった？うん、あ、そこら辺はあの危ねえから身を引いてました。あ、身を引いてたの？人間様には勝てねえから。じゃあ倉田さん優先でレゴを使って余ったのでクラモン。そういうことだね。だから余ったのっていう表現でいくと必ず1パーツか2パーツ足りねえんだね。そっか、大事なパーツは倉田さんが使うもんね、うん、別のものを作ってたね。そっか、じゃあお城を作る用のレゴパーツで車を無理やり作ろうとしていたりしたのね。それうまく作れなくない？うん、そうそう、作れないよね。ただあれだね、騎士、うん、こうなんか今こういう久々のセッションをしていても蝶々走り言葉がよう出てくるね。そんなことないよ。やっぱり騎士、これ新年度を迎えて、うん、入社は何年目になったんだっけ？入社3年目になりました。3年目かい。なりました。わー、たったね、3年目か。まだまだ気持ちは1年目なんだけどね、うん、なんかその側だけがどん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 年数上がっちゃって、ちょっとどうしよう。いやいやいや、もうこっから調子乗っていいよ。乗っていい？だいたい3年目から上昇気流ぐんぐんいくから。本当？うん、じゃあもう調子乗ったって言わない？言わない言わない言わない。本当、その代わりあれだよ、今年度の末にはもうフリー転向みたいな話になってるからね。早い、無理無理。骨をうずめます。骨をうずめる？うずめます。今言った方がいいよ、そこだけカットしてくださいって言わないと。カットって、うん、後でね、後で言うか。ありえるから。そうそう。いや、でも俺、先週キッシーがもうオンエア中にうえん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 泣いてんの見て、トラちゃんのこと好きだったんだなって思ったよ。大好き。いや、もう本当にね、トラちゃんもう毎週毎週すごい優しいし、うん、思いやりあるし、しかもその笑顔で本当に救われてたので、うん、やっぱりこう今日からトラちゃんいない金曜日が始まったけど、やっぱり寂しいなって思いつつ、まあ、でも気持ちを新たに一から頑張っていきたいなって思います。そっか、うん、でもトラちゃんいないけどクラちゃんいるけど、どう？そうだね、クラちゃんじゃまだちょっとちょっと足りないかもしれないけど、うん、今後ね、今後ね、クラモンすっごい見つめる。お金あげればいい？何すれば足りる？クラモン、ダメダメダメ、タルを知りたい、これダメだね、これもう出せばいい、これダメだね、これダメ、お金じゃない？うん、裏金、裏金問題か、裏金問題、裏金問題、あ、やべ、自民党、あ、いやいやいや、取られてるよ、クラモン取られてるよ、うーん、キッシー、そしたら3年目の抱負ちょっとほら
ワンショットでどう？まあ、目の抱負はどうしようかな。いやでも目覚ましいと思うだから、これ金曜日は MC なんだもんな、決心。いやそうか、どうしよう。じゃあクラも一緒にね、一緒にやる、うん、3人体制みたいな感じ。俺が冒頭から出てくると優勢だからやめといた方がいい、うん、ダメダメか、うん、クラも譲るからね譲ってもらった、ありがとう。いや3年目、いや本当にどうしよう、本当まだ気持ちがまだまだ未熟で1年目のままっていう感じなんですけれども、まあ、3年目は大人になりたいと思います。落ち着いて、まあ、何事も臨機応変に対応できるように頑張りたいと思います。いやでもこんなことね言っててもやっぱり気持ちがまだ、え、クラモン、クラモン最後話も聞いてくれなくなっちゃったよ。クラモン、クラモン何年目だもん、2年目になったのかな、クラモンは。終わりますバイバイ